どうも皆さんこんにちは、三浦です。前回ですね、ビンさんとが仲間になったんですけど、ちょっとスナック変えていきましょうか。まあいろんなモンスターがいるんだけど、ちょっとねおじさんがちょっと弱かったんで、アシュラとかもね、まあ言うほどそんな強いっていう気はしないけどね。エッティとかビンさんと入れていきましょうか。アタックなんだね。まあちょっと入れていこう。まあこんな感じでいこうかな。今回は伝説の武器、防具が手に入るということで、どれだろう、これか、これやっていこう。行くぞ。結構終盤なんじゃないかな。もう伝説の武器防具が手に入るっていうことなんで、来た。これ白雪姫がいたとこだね。竜の武具はこの森に住むドラゴンが守っている。なるほど、白雪姫と関係あんのかな。ついてしまった。あ、そうか、ドラゴンが出てくるんだよね。ドラゴンか、凄まじい力を持ってるって言われてるんだけど、ドラゴンはね、そうだな、これがなんかドラゴンに結構、どれドラゴンに強いやつが どれかあったんだけどな。どれだろう。まあいいや、行こう。もう関係ない関係ない。こいつか、桜ドラゴン。名前の通り体がピンクになってる。うわー、ちょっと一撃でやられたんですけど、ちょっと待って、うっと、危な、危なかった今。あれ食らったらまずいな、炎のやつ。ほい、ちょっとアイテム使おう。全ステータス中アップ、トラそれともあれかな、 B さんとか弱すぎんのかな。回復、あー、回復できなかった。 B さんと回復、おっしゃー。あんま回復しなかったな今、40ぐらい全然回復しなかった今。さあこっち来い、こっち来い。さあ誰も誰も復活させようとしない。よし、いいぞ。ほい、よし、半分以下、こっちで行こう。ほらー、うん、危なかった今。ビンさんとまだまずいね。回復、あ、全然回復しない。やっぱ50ぐらいしか回復しないな。なお、おりゃよーし、ふっ、あともうちょい、あともう一発ぐらいか。あー、とどめさせなかった。しゃあ、やっつけてやったぜ。お、目玉報酬なんかすごいのあったね今。じゃんけんでしょ。じゃんけん勝ってやるぜ。チョキ、お、勝った、オッケー。じゃあ次またチョキ、まさかのチョキ、連続チョキ。うーわ、いやー、絶対マヨネー目玉商品持っていくな。じゃんけんポン。あー、もうこれ完全にダメだ。さあマヨネーは何を選ぶんだろう。あーだよね。あ、まだ在庫がある。いいぞいいぞ。ピーターパーパー、やめろお前。あー、やられた。あれ何だったんだろうな。
多分グレートレア、あーやべ、やっちゃった、間違えて押しちゃった。レガシーブローチを手に入れた。まあいいか、しょうがないね。これレガシー、あ、これこれでグレートレアってことは、さっきのスーパーグレートレア、もしかして。悔しいな、取らなかったの。やった、みんな手に入れたぞ。お前たちならばこの武具を使いこなせるだろう。スカイホークを手に入れた。タートルシェルを手に入れた。よし、これがドラゴンナイトの最強の武器。やばい、超活かしてる。スカイホークとタートルシェル、ブリタニアエンチャントの最高級品じゃな。魔力を持った鉱石が力を高めると言われておるぞい。これあれか、オリハルコンみたいな感じか。やったね、これでビネガーと戦えるのか。いよいよ完全完璧に勝てる。今の俺たちなら完全完璧に勝てるよ。ドラゴンナイトになり最強の武具も手に入れた。しかし、だがそれでもビネガーにはかなわないかもしれない。嘘、くそ。ですがドラゴンハートが奴の手に渡った以上、命に代えてもドラゴンハートを取り返さねば。スカードンが復活してしまえば世界はおしまいだ。たとえ私一人だとしてもビネガーを止めてみせる。一緒に行くよ、それは。絶対にできる。俺もやる、強くなった俺たちならやれる。しかもこの集団でね、殴りかかるからね。 1,2,3,4,5,6 6人だぞ。ビネガーを倒してメローラ姫とメローラ姫とお風呂に入るんだ。おお、凄まじい闘志だ。それじゃあ3人に任せちゃおうかな。おいおい、お前も行けよ。残念でごわすが、そうじゃね、わしらはちょっと。もしビネガーを倒せば褒美も思いのままだぞ。ペワにもらい放題、食べ放題無料券、美女にモテる、私やるやる。おいどんに任せるでごわす。わしの究極魔法じゃ。魔法使ってるとこ見たことないけどな。すごいやる気だ。行くぞ行くぞ。ではビネガーを倒すためキングオイスターシティに行くぞ。完全に欲に目がくらんでおる。よし、ということで、どれだけすごいのが手に入ったのかちょっと見ていきましょうか。これね、多分最低なやつだと思うんだけど、最低でもないか、最低から2番目ぐらいな。これちょっと外して、ちょっと待ってよ、これ外してだね。これかガード 70% っていうことで、ガードしても30% の確率で失敗するっていうことかな。ガード時に炎属性の攻撃をブロックする。まあガード全然やってないからね、これを使って意味があるのかどうかっていう。あとはどれ、これいらないか、プチレア。うん、これしばらく結構使ってきたけどね。あ、これいらねえや、プチレア。ジャラレベル1、もうなんでこれ使ってんだろうっていうレベルだから、これちょっといらないわ。スカイホーク、あれ強さ90から100。あ、でもバスター属性で多分結構強いね、これは。おそらく単純な強さだったら、残念だから、残念ながらね、シャドウジュエルソードの方が圧倒的に強いけど、うん、バスター属性で多分結構使えると思うね。はい、ということで今回はね、ここでおしまいにしたいなと思います。あと 2,3 回ぐらい実況して、とりあえずストーリーはおしまいかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。